おはようございます、一ノ瀬はじめです。おはようございます。今日も朝すっきりです。おはようございます。それではお茶とアレージョンいただきます。はい、どうぞ。グーグル、今日の天気は、今日の名古屋は予想最高気温13度、最低気温6度で曇り時々晴れでしょう。現在気温9度、曇りです。なんか昨日と言ってることが変わってるぞ。昨日晴れ時々曇りだったのに、今曇り時々晴れって言った。どういうこと？でも今晴れてるから。まあ、よかったよかった。早く行こう。はい、外に出てきました。東の方はね、これね、こっち。めっちゃ晴れてるけど、こっち、西見るとね、雲がすごい。あれ？雨降ってくるパターン？わかんない。わかんない。今から桜見に行こうと思ったんだけどね。西って危ないですよ。皆さんわかります？西が暗いって危ないですよ。嫌な予感しかしない。さっと行って、さっと帰ろう。そうね。はい、久しぶりにね、このエレクシャクと G6 プラスでお花見ね、ぬるぬる動画撮ろうと思ったけどね、ちょっと久しぶりに使うんで、アップデートかけたらね、まだね 50% 超えぐらいしかまで行ってなくて、時間的に足りないからね、これどうしようかな。スマホごと置いていくしかないのか。はい、とりあえず車で高畑駅までやってきました。こっからはね、地下鉄で移動したいと思います。天気はね、まあまあいい。でも風はめちゃめちゃ冷たい。はい、鶴間公園やってきました。駅出てきたらいきなり桜と屋台、めっちゃ綺麗だね。母ちゃんめっちゃ屋台並んでるよ。なんかジャグリングやってますね。はい、桜が結構咲いてるこのストリートやってきましたが、かなり下ぬかるんでますね。いいんじゃないこれ、綺麗だよ。これ結構これ満開に近いのかな。かなりの桜の花の量ですね。いいんじゃない。こっちはないな。はい、さっきね、桜見てたら向こうなんですけど、反対側の方に来るとね、めっちゃ並んでるわ、店がすごい数。はい、鶴間公園のお花見食べ歩き一発目はもちもちポテト、これ塩味。はい、どうぞ食べていいよ。はい、母ちゃんがこの知多牛のネギホルに照準を合わせました。今並んでおります。何食うの？歯が悪いね、どうしよう。ホルモンは食えるだろ。スープ、なんかね、何食うのか読めない、並んで。はい、食べ歩き第2弾は知多牛のネギホルとホルモンスープ。スープいいね、子供が喜ぶよ。ほら、やったまるよ。いただきます。あ、これめっちゃめっちゃいいね。めっちゃ牛すじ。これホルモンじゃなくて牛すじ。はい、食べ歩き第3弾はケバブです。これ何ケバブ？え、何ケバブ？ロールケバブって言われたけど。ロールケバブ、へぇ、なんか辛さ選べたから真ん中にしといた。ほんと？じゃあいただきます。はい、あの、うん、ケバブ。はい、母ちゃんがまだ飯時だというのにクレープを買ってきました。母ちゃん今回はね、心が折れたの。なんで30分ぐらい並んでるから、どこも、うん、ね、もうクレープが一番空いてたわそういうことか。そう、4人しか並んでなかった。父ちゃんね、めっちゃ腹減ったよ。あ、どうしようどうしよう、大変、帰ろうはい、今日これね、あの、今もう撤収作業に入ったんだけど、あのキャンプ用のね、ヘリノックスもどきのチェアを持ってきたんだけど、これ結構便利だね。すごく良かった。ただね、今日めちゃめちゃ寒いんで、風が吹くとね、お尻がね、すごく寒いんで、あの、グルドンミンのね、ワニさんが持ってきてた、あの、これにね、かぶせる、電気毛布みたいな、もふもふのやつ、あれあった方がすごくいいね。あれも欲しくなってきた。それではそろそろ撤収したいと思います。うん、寒すぎる。はい、帰る前に母ちゃんが必死で並んで揚げたての唐揚げとおむすび買ってきてくれました。寒い、前帰ろうはい、帰り際にサセボバーガー買いました。いただきます。はい、それでは十分楽しんだので、めちゃめちゃ寒いし帰ります。はい、自宅に帰ってきました。そしたらね、待ちに待った
こいつが届いておりました。4K のね、27インチディスプレイ。それではね、このね、我が家のデュアルディスプレイを 4K のデュアルモニターに変更していきたいと思います。はい、設置完了。こっちが27インチで、こっちが 23.9 インチ。圧巻です。めっちゃ作業スペース狭くなった。ここね。だけどまあ、モニターはでかくなったんで、大満足。はい、夕飯の時間になりました。今日はね、昼、花見に行ってね、いろいろ食べ歩きで贅沢したので、夜は昨日からの残り物の、ポークシチューで、控えめに出費を控えたいと思いまーす。それではいただきます。はい、今ね、G6 プラスをいろいろね、帰ってきてからね、使えるようにまたね、やろうと思ってたんですけど、ね、ファームウェアをね、また入れ直してたんですよ。そしたらね、なんか再起動かけなきゃいけないのに、電源長押ししてもね、全くこれね、電源落ちないの。でね、ネットでね、強制終了の仕方とかもね、調べたんだけど、全然動かねえ。これどうしたらいいんだろうね。めっちゃ今困ってます。これね、アプリもね、反応しないんだよね。繋いでみてもね、認識しないしね。再起動とか言われてもね、全然、これずーっとクルクルしてるの、これね。ここね、クルクルしちゃっててね、全然反応しないんでね。どうしたもんかな、バッテリー切れるまでずっとこのまま放っておく？それで再起動になるのかな？困ったね。あ、一応繋がったな。キーパッドのアップグレードしたいんだけど、全く繋がらない。お、来たか？ファームウェアをアップっていうね。見えた。これは来たんだけどね、こっからが進まない。はい、子供たちが寝た後に母ちゃんと二人でラーメンデートにやってきました。お姑さんすいません。ね、あのね、ちょっとね、母ちゃんがどうしてもラーメンを食べたいということで。もうなんかおじさんみたいなことしたくなったの。そうなの。とラーメンっていう、うん、おじさん。もう今日はおじさん。おっちゃん、おっちゃん。うん。おばちゃんじゃなくて。おじさん。ね、あとね、1時間ぐらいまだ時間あるね。それでは、美味しくラーメンいただきたいと思います。はい、行きましたよ。はい、いつもお酒は僕が飲んでるので、今日は母ちゃんが一口生ビール、これ本当に一口じゃねえよ。一口、わかるな、手の違い、これ。まあいいや、母ちゃんとりあえずお疲れ様です。じゃあ、乾杯、乾杯。どうもどうも。はい、今日はね、いつもはね、肉そばしか頼まないんだけど、今日はこのマルゲンの、何これ、白ごま担々麺、期間限定の一番辛くないやつね。ちょっとこれを頼んでみましたよ。食ってからにしろって。でもその箸休め、お酒休めみたいな。なんだそれ。はい、母ちゃんがビールを久しぶりに飲んで晩酌の時間じゃねえけど、まあ晩酌か。夜飲みしてるので。最高。晩酌セット枝豆とメンマ。おじさんみたい。頼んでみました。おじさんみたい。完全に頼んだのはおじさん。おじさん。おじさんになっちゃった。リアルで嫌なの。はい、白ごま担々麺やってきました。それではね、いただきたいと思います。めっちゃいい匂いするよ。あとね、母ちゃんのね、追加のおつまみで餃子。餃子ね。食べたくやね。ね。はい、それじゃあね、まずはスープいってみたいと思います。あ、ごまごま。あ、いいじゃない。すごくごま。あ、いいじゃない。辛みも結構ある、うん。それでは麺。太麺って書いてあったけど、そんなに、あ、太麺はあれか。ちゃんぽんか。こっちの麺はレギュラーサイズ。ごめんね、ちゃんぽん食べたかったね。いいよ、もう。うん。いいね。はい。この味噌混ぜてみたらどうなるか。味噌とニラ。いただきます。うん。全然変わる。ああ、そう。うん、美味しいよ。あ、いいね。うん。はい、
締めの料理はタル唐揚げ。タルタルソースがうまいんだよね、これ。今お手洗い行こうかなと思って、ちょっと分かった。あ、私ちょっとフラッとしたね。ね。はい、母ちゃんとのラーメンデート終了。だいぶ酔っ払ってんな、母ちゃん。内股がより内股って言われた。何でもないことでめちゃめちゃ笑うようになっております。いや、いいね、いいよ。何が？母ちゃん、いいよ。だから何が？母ちゃん、3枚で満足っていう。え、もうこのあの、さっき下に落ちた箸を拾おうとして、クラッとね、あ、ダメだ。うん、ダメだな。それでは今日はこんなところで終わりたいと思いますよ。女女んだ、うん、女何言ってんだ。また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。